イナルファンタジー13実況プレイ、実況者は DL でダルと申します。初見さんはいらっしゃい、ゆっくりしてってください。いつも動画を見てくださってる皆さん、お世話になってます。ナンバー43、風の実装、嵐の疾走、これいきましょうか。爆部屋ヒーローの裁きを受けようってことですね。トータのダンスを風の誘拐、E4、E5 に行くことになるのか。E4、E5。違う、俺今 D3 な、D3 に行くのか。だから、これになんだ。10面ダイスなるものがもらえる。このギル、あ、まあ、どうせ多分またこれになると思うから大丈夫だと思うんだけどな。ギルガメッシュ期間っていうのも超興味あるな。あの、多分、セーブポイントで買い物ができるとこの、だと思うんだよね。一箇所増えるんでしょう。ギルガメッシュだよ。12でも戦ったけど、歴代のギルガメッシュ、歴代で何回かギルガメッシュって出てくるんだよね。12と、あといつだったっけ ?8 だっけ ?8 だったかな、なんかで出てくるんだよね。このギルガメッシュっていう敵と戦った時の BGM がまた FF の今までの過去 BGM の中でベスト3くらいに入るほどの超名曲と言われているビッグブリッジの戦いってやつなんですけど、ぜひね、皆さん聞いてみてください。自分は好きな曲。閃光と比べるのは難しいけど、うん、閃光並みですね。で、狙い目なのがグローエッグは別のやつか。今回は入ってないのね。了解。じゃあこの源氏のコテっていうのか、疾風の指輪を狙いたいんだけど、51か52なんだよね。これが43、44、40、5、6、7、8、9、あ、9までじゃん。9までじゃん。あ、これか。あ、なんだ、ないじゃん。じゃあ E4 狙いたいんで、あ、ちょうどいける。いいですね。これでいきましょう。だいぶ時間ロスったな、もったいねえ。コメントを一ついきたいと思います。パート479でいただいたコメントですね。松田美里さんからの、違う、松田さとみさん、うん、違うな。松田さとみさんからのコメント。ごめんなさい、漢字間違ってたら、読み方間違ってたらすいません。うぽつです。私もチョコボの BGM 好きです。口ずさんでます。わらっていうコメントいただきました。チョコボの BGM 今流せればね、ベストなんですけど、申し訳ない。アイテムあるのか。全然今まで見てこなかったよ。うわ、マジか。あるのか。それは想定外だな。てっきりないもんで想定してたけど。あ、でもこの、おぶね。名碑があるところはきっとね、ほとんど置いてないと予想。うわ、当たっちゃったわ。戦ってない敵だね、これね。ちょっと戦ってみます。ゴブリン、この今回はゴブリンたちを倒すんだよね。そういうあれだよね。バイオガで止めて、みんなプロステス入ったんで、ラッシュアサルトに変更して数を減らそう。3ぐらいまで行ってかな。あ、弱い。あ、弱い。察し。こいつ弱かったのか。この爆部屋ってやつは強いな。えぐり切れるか。デプロテ入ったら余裕か。入った。もうあとは叩くだけでしょ。デプロテ入るとね、全然違うんですよね。倍くらい違うんじゃないの、ブレイクしてるとき。それくらい違うんで、結構重宝してますね。押しついた、こいつらだ。そっか。あの、過去戦ってきたゴブリンたちのボスとザコだ。拳を固めろ。全員プロテス入ったんで、一旦ラッシュアサルトで数を減らしましょう。
どこ狙ってんの？どこ狙ってんの？狙い目はまずチビだろう。数を減らせ、数を。ラッシュアサルト。うん、なんか倒せそう。あれ、でっかいやつじゃねえ、でも。このザコが口悪すぎ口悪すぎ実況でなるべくそういう発言はしないようにしてるんだけど、まさかのファングさんがもうどうしようもないですね。これはこればっかりはもうどうしようもない。キャラクターのボイスだったらもうどうしようもないこれはもう無理だ。そこだけピンを入れるのもあれだもんねさすがにね。あの周りのチビは？チビちゃんは？おお、なに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 、びっくりしたびっくりした。あー、そういうことね、了解。あ、さっきの杖って言ってたやつらか。あ、バクベアヒーローとか、デスペル。あ、おお、めっちゃ強化されてる。デスペルして、バクベアも、とりあえずバクベア倒しません？うん、そうそうそう、バクベア倒しちゃいましょう。誰がヘース入ってたっけ。あー、2人か。まあファング、うん、まあしょうがないかな。バクベアヒーロー、これは勝ったな。もうちょっとサクッと倒してあげたかったけど、あとはウィーク入っていく、終わりだね。ウィーク入れ、ウィーク入れ、ウィーク入った、オッケー。ラッシュアサルト。じゃあみんなでゴリゴリ行きましょう。はい、お疲れ様でした。魔法は全然効かないのに物理で99999かよアクセルサッシュ、あれ俺狙い目それじゃない、それって言ってた、アクセルサッシュ言ってたっけ。あれ、なんか間違ったんじゃね。あ、いいのか、いいのか。あ、いいんだ、いいんだ。俺、見間違えてたんだよ。そうそうそう。で、粒子加速器 ×7 もめちゃめちゃ、興味深いんだけど。まあ、10面ダイスですな。10面ダイス、ダイス、ダイスを武器にするやつなんていたっけ。スノーさんとか、いずれ出してあげたいな。もう一回くらい、出してあげたい。これ戦うのめんどくさいな。お前らめんどくさいぞ。いい子、空気読め。いい子、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 いい子。よし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 。で、狙い目は E4 つったよね、俺ね。49。あー、これ粒子加速器だな。ランク A なんですよね。まあ、これ行くかな。これ行っちゃうか。ハマンタイゴ行くの。多分また戦えるからね。うん。行っちゃうか。オッケーオッケー。戦闘するキャラクターは変わらないんですよね。全部これはファルスタイタンかな。あ、てかやっぱりファルスと戦うんだね。アトモスとかともいずれ戦うのかな。あー、あれだ、スーリア湖、スーリア湖にいたあのキャラクター、あのファルスは戦いそうだよね。そんな感じした、クジラみたいなやつ。アトモスはわりかし戦闘っていう感じじゃなさそうだから戦わないのかな。あ、ダイスリー倒してさ、まああれもなんか合流してファルシみたいになったんだっけ、ファルシエデンになったのか。倒したけど残りのファルシを倒していく冒険なんだよね、きっとこの残り最後は。でもまさかファルシタイタンでけえ、これ勝負なるのかもう苔生えちゃってんじゃん肩。攻撃当たるって言っても足の指とかもう、おお、何何何何、あ、そういうことこいつだったら全然簡単に倒せるよね。同じ敵か。あ、同じ敵だな。オッケーオッケー、か、勝てる勝てる、めちゃめちゃ楽勝。ファルシタイタンと戦うんじゃないのかよ。あの飛走剣強いんだよね。
まずは剣を倒す。この剣強えんだよ。3ぐらいで止めて、あ、ブレイクしちゃえば大丈夫。ラッシュアサルトで終わりかな。いや、意外とだな。意外とかかるな、これは。ここで終わり。 OK で、一体最悪に戻して、弱めて強めて、で、また将来するんだけど、まあ、将来する前には倒しきる。全員にエンサンダが入ればなんとかなると思うんだけどな。行きましょう。わりかし簡単にブレイクができるのがタイラント戦の楽なところだよね。図体がでかい割には 150% でブレイクできるから、まああと打ち上げちゃえば勝ちかな。よーし、お疲れした。わーい、これでタイラント戦になるのか。あー、なんかならなさそうだな。タイラントとは戦えないんだ。あー、戦えないんだ、残念。あー、ダメですねこれはね。ランク A でこれだろう。最後の名前なんつったっけ、今のやつ全然簡単に倒せるんだけど。ああ、なるほどね、もう一回いけますよ、やっぱりね。そういうことなのね、思った通りだ、よかった。ランク A でこれはまずくね、こんな簡単なのか。待て待て、もっと難しいやつ出てこい、これまずいぞ。だいぶカット入れますね。じゃあ多分50いくつくらいから強いんだろうな。ランク52からいこうか。このトータの段数は全部裏でやっちゃいます。それ以前のやつも多分弱いと思うんで、それもやっちゃいます、裏で。52のミッションから取っていこうか、そしたら。うん、そういうことにしましょう。では今回はここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。次の動画をの、ま、うん、次の動画で、あれあれ言葉が出てこない。コメントもう一ついこうかな。コメントもう一ついっとくか。いっとくかな、いっとくかな、いっとかないかな。ご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。